夜でもビルの明かりが輝き、人々が行き交う国、日本。夜中まで明るい理由をあなたは知っていますか？それはブラック企業がひしめいているからです。そうだ、ブラック企業潰そう。抵抗ペンギン、ブラック企業の潰し方教えます。ということで、某企画を潰そうと思う。ひろくまんじゅうのパチモンみたいなやつにできるわけないだろう。ご当地メーカーを出すのはやめろ。自分たち、もうここでは働けません。給料は安いし、残業代も出ないし。就業中はパチンコ行けないし、モンスターやってたら怒られるし。それは当然なんだが、とにかく俺たちはブラック企業である某企画を潰す。僕はなんか面白そうなんで一緒になって潰します。お前ほんと適当に生きてるな。やれるものならやってみろ。攻撃開始だ。内部告発。のんきにテレビか。某企画の不正行為が内部告発により発覚しました。何？就業規則を無視して従業員を強制的に働かせたり、企画開発と称し命に関わる実験を従業員に強いていたことが判明しています。全部バレたら。はい、某企画で、テレビで言っていた違法労働の件について取引を打ち切る。待ってください、あれは違う。もう取引切られた。メールでも契約の打ち切りをしたいと方々から連絡が来てるな。 SNS でも某企画が大炎上してるよ。いや大変ですね。お前たちの仕業だな。ああ、報道機関に垂れ込んだ。これで某企画も倒産まで秒読みだな。こんなことしてタダで済むと思うなよ。絶対に報復してやる。残念だがそれはできないぞ。内部告発した労働者を守る公益通報者保護法があるからな。なんだそれ、説明しろ説明。内部告発を行った者に対して減給や解雇など不利益な取扱い行為は無効とするものだ。なんだって。もしもし、マスコミが入り口に。どうしよう、助けてママ。その後某企画は社会的に抹殺され倒産した。ホワイトで働くって最高ですね。ああ、だが世にはまだまだブラック企業はたくさんある。一つ一つ潰していくぞ。残念だったな。上司、なんでお前がここにいる。某企画は倒産したはず。たった今このホワイト企業は某企画が買収した。一体どこにそんな金が。まさか悪事に手を染めて。社長が万馬券を当てて買収した。ご運が過ぎる。これでまたお前らをこき使えるな。負けてたまるか。録音。なら次は今までの俺たちに対するパワハラ発言の録音を使ってお前を訴える。こんなこともあろうかと今回は凄腕の弁護士を雇っておいた。どうも、凄腕弁護士です。自分でそういうやつ初めて見たぞ。今度こそお前らには絶対に負けん。裁判所で会おう。そして俺たちはパワハラで裁判を起こした。某企画敗訴。某企画には多額の賠償金を請求する。何？おい弁護士、どうにかしろ。いや向こうさんやりますわ。あの音源出されたら勝ち目ないっしょ。そんな。多額の賠償金のせいで某企画は2度目の倒産を迎えた。今度こそ平和に働けますね。なあ、そうだな。残念でした。某企画復活です。またかよ。今度はどうやってお金を手に入れたんですか。社長が大富豪の隠し子だったんだ。遺産ががっぽり手に入ったぞ。こんなことある。残業代の未払い請求。数ヶ月後。残業代の未払いについて申告がありましたので調査を行います。そう、またお前らの仕業か。タイムカードを見せてください。わかりました、どうぞ。ふむ、どの社員もほとんど残業してないようですね。こんなこともあろうかとタイムカードに細工をしておいたんだ。そんな、あんまりです。黙らせい。タイムカードに変なところはないんだ。おかしいと思うなら証拠を持ってこい、証拠。このタイムカード、事前にもらっているものとは随分内容が違いますね。こんな時のためにタイムカードのコピーを提出しておいて正解だったな。おのれ、ハトサルめ。メーカー使って悪口っぽく言うのはやめろ。シフト表や業務日報も見せてください。そっちは改ざんしてないじゃなくて、ちょっと無理っていうが。これです。おや、先ほど上司さんからもらったタイムカードと全然合ってませんね。聞く。いや、それは残業代の請求額についてしっかり調べさせてもらいますね。まったくれ。多額の残業代の請求で某企画3度目の倒産。
今度こそ平和に働きたいですけど。嫌な予感しかしない。3度あることは4度ある。某企画またまた復活だ。もう驚かなくなってきた。ね、次はどうやって復活したんだ。社長が宝くじで1等を当てた。そんなことだろうと思った。今度こそお前らに訴える隙は与えん。覚悟しておけ。同僚と一緒に退職。翌日。おはよう社畜ども。って誰も来てないじゃないか。くそ、あいつら勝手にやめやがって根性なしが。まあいい、社畜は他にもいるからな。今日はそいつらを働かそう。てえ、どの部署の従業員も全員辞めてるじゃないか。一体どうなってるんだ。もしやこれもペンギンの仕業か。もしもし。従業員を全員辞めさせたのはお前か。そうだ、俺たちだけ辞めても意味ないからな。役員以外の全員で辞めた。じゃあ俺の仕事は誰がやるんだ。知るか。そう、役員だけで仕事が回らず、某企画4度目の倒産。今度こそ大丈夫ですよね。もう4度も倒産させたんだ。さすがに社長がアラブの石油王から油田をもらってあっさり復活だ。この展開も飽きたよ。復活したならまた潰すまでだ。ヘン、俺を倒してもまた次のブラック企業が呪いのように社外を蝕むぞ。なら俺が呪いを解いてやる。俺は諦めない。おー、なぜとは言うものの、潰しても潰してもブラック企業はなくならないな。某企画ほどじゃないけど次々新しいところが見つかるよね。またブラック企業つらいってツイート見つけた。ブラック企業って世間であんなに騒がれてるのに、なんで一個に減らないんでしょうか。わしが教えてやろう。あるところにペンを作るホワイトペン企業とブラックペン企業があった。なんか急に喋り出したんだけど、ホワイトペン企業は名前の通りのホワイト企業で、きちんと残業代を払ういい会社じゃ。最高ですね。逆にブラックペン企業は残業代を一切払わないクソカスブラック企業じゃった。急に口悪くなったな。どちらの企業が作るペンも同じ性能じゃったが、ホワイト企業は残業代を払うので人件費がかかり10円高いペンを、ブラック企業は残業代が出ないので人件費を引いた10円安いペンを販売しておったの。ある日文房具店がペンの仕入れを行った。お前さんたちが文房具店じゃったら、同じ性能の10円高いペンと10円安いペン、どちらを仕入れる？そりゃ安い方だよ。そうじゃな。ブラック企業ペンは無事店頭に並び購入され利益が出た。しかしホワイト企業ペンは店頭に並ばないので売れ残ってしまった。ブラックペン企業は儲かったので生き残り、ホワイトペン企業は赤字で倒産してしまいましたとさ。これがブラック企業が潰れない理由じゃ。ありがとう、理由がわかった。ならひろゆきに言ってくれ。全部ひろゆきの受け売りじゃ。他人のふんどしだったのかよ。自分物を買うときにそんなことまで考えてませんでした。それが普通だ、恥じることじゃない。他者に負けないように競争するのは当たり前だしね。根本的な解決はなかなか難しい。だが一人一人が正解を考えることが必要そうだな。そうだね。ま、答えが出るその時までぶっ壊し続けるか。あー、会社が。あ、宣伝入るなって思ったやつ、騙されたと思ってちょっとだけ見て1分で終わるから。胸ぐらをつかまれて強烈なパンダは。危ないからやめて。おい、お前ら大変だ。何が。アニメかな。いや、俺らすでにアニメじゃん。アニメはアニメでも地上波だ。来年1月からテレビ東京系列キンダーテレビにて朝7時30分から放送予定だぞ。僕の活躍目ん玉かっぽじってよく見とけよ。そういう言い間違い地上波でやるなよ。こういうのはぶられがちな自分ですが、今回は出番あります。楽しみにしててくれよな。ペチペチ。おはよう。ずいぶんげっそりしてるけど何かあったのか。昨日布団の中で宇宙が始まる前はどうなっているのかずっと考えてて眠れなかった。ねえペンギン、宇宙って何？宇宙って何で生まれたのね？宇宙が生まれる前の宇宙は宇宙なのね。次回、宇宙の成り立ち、ビッグバン前の世界はどうなっていたのか。それ俺も今日眠れなくなるやつ。ファンアートの募集をしているぞ。
詳しくはツイッターを確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。チャンネル登録よろしくな。登録するといいことあるの？俺が無限にペチペチしてやる。ペチ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 。この腹黒パンダが。